95式、折りたたみ船とは、大日本帝国陸軍が開発したとか、上陸等に使用する集停である。陸上輸送の便のため、折りたたみ構造になっていた。固定式のエンジンはなかったが、ミサオ船機と呼ばれた船外機を装着して、動力航行することも可能だった。本機材は2分割の組み立て式の構造を持つ。 前半分は長さ4 1 5トル、幅1 4 5トル、重量 98.5kg であり、後ろ半分は長さ3 3 0トル、幅1 4 5トル、重量 101.5kg であった。組み立ての際は上部連接具と下部連接具の4点で連結された。また船の内部に設けられた、船張り受けに船、船両行、おつ、 兵の計5本を接続して構造材とした。浮力は5 2 8 0ラムである。焦げ船具としては、長さ4 6 0トル、重量1 2ラムの矢倉と、長さ3 8 0トル、重量3キログラムの竿が1本付属した。この他に網、赤鳥などが付いた。本機材は1935年6月20日に、正式制定が上進され、 7月18日に陸軍軍需審議会により仮正式が可決された。以後、日中戦争や太平洋戦争で各地で使用された。数隻を束ねて、門橋や浮橋などとして、都下に利用することもあった。ミッドウェイ作戦では、一機死体のミッドウェイ上陸の際に使用する計画で、40隻が用意されていた。より大型の上陸用艇である大発艇から、 上陸点手前の干渉で乗り換える予定であった。これは折りたたみ船より喫水の深いダイハツでは干渉突破や嫌い限通過が困難な一方、干渉内部は水深が100メートルにも及び塗装も不可能だったため考案された方式であった。しかし海軍が海戦で敗れたため上陸は実施されなかった。ありがとうございます。